今日は2020年一軍登録選手最高球速ランキングを調べてみました。この動画は単なる野球好きなおっさんが疑問に思ったことなどを検証してみるだけの動画だよ。一軍で投げたピッチャーが今シーズン9月9日までを調べてみたんですけれども、26人いらっしゃいます。で、それぞれのピッチャーの各試合での最高球速を調べてたんですけれども、まあやっぱり球がみんな速いですね。今時はなんとベスト10 10位の方でも最高時速が151キロです。なのでそれ以上の速い人がね10人いるっていうことなんで、やっぱりこの5年10年で球速っていうのはむちゃくちゃ上がってますよね。160キロなんて昔はちょっと夢だったんですけど、最近はね、見かけるようになってきたので。10位で同一で2人の方いらっしゃるので、10位から26位までの方を一挙にお見せしたいと思います。10位の方でも球速が151キロ出てるんでね、もうとんでもない時代になったなと思う。それでは見てみましょう。10位から26位、せーのドン。そうですよね、普通に試合見てて球速いなって感じる山本拓選手とか勝野選手とかね、この辺りでもうベスト10漏れてる、すごい時代ですよね。150キロ超えてるのに。ちなみにちょっとこれもまたいつもので申し訳ないですけど、いろいろちょっと手計算手で調べてるんで多少間違いがあるかもしれないです。その時は本当申し訳ないです。この数値は参考までという形で見てもらえればありがたいです。いろんな、ちなみにこれ撮ってて気づいたんですけど、名古屋ドームは球速出ないですね。どのピッチャーもそうなんですけど、他の球場に比べて 2,3 キロ低く出てます。まあ名古屋ドームが正しいのか他の球場が正しいのかちょっと分かんないですけど、もしくは本当になんかマウンドの硬さとかのせいで球速が出ないのか、ちょっとそこら辺は分かんないですけど、見てる限り名古屋ドームだと球速が 2,3 キロ低くなってます。これは球団の方針なのか誰も何も気にしてないのか分かんないですけどね、ちょっとあんま良くないような気はしますね。他の球場行った時にやっぱり自分の球速見るっていうので、球場内の表示をちょっとそこでバランスが崩れることが多いんじゃないかなと。名古屋ドーム以外の球場は大体同じなんですよね。どこがベラボーに速いとかは特にないみたいで、名古屋ドームだけがちょっと低く出て、他の球場は名古屋ドームよりは 2,3 キロちょっと高い感じで出てるんじゃないかなっていうように見えました。ちょっとマゾな仕様ですね、名古屋ドーム。じゃあトップ10を発表していこうと思います。まずはもう一気にさっき10位まで行ったんで、9位から4位までトップ3ならずってとこの方まで行きたいところなんですけど、また3位でね2人並んでるので、トップ5、5位から9位いきましょうか。5位から9位までの方、もうこれもね5位から9位までもう実はこれ同率で同じ球速なんですね。はい、10位が151キロだったから、多分この5位で並んでる5人も152キロか3キロじゃないかなっていう感じでしょうけど、152キロで5人並んでます。若干考える間を、152キロ出てる人って言ったらね、あの方とあの方とあの方と、キャッチャーの加藤さんも152ぐらい出るんじゃないかって気もしますけど、一応加藤さんはマウンド立ってないので分かりません。では答え5人出しちゃいます。せーのドン。152キロなんか平気で出すんですね、もうみんな。大野さんも梅津さんも、福谷さんも、この辺りのローテーションピッチャーでね152キロ出してるんで、すごい時代ですよね。昔だったらね1イニング限定のクローザーとかなら分かったんですけど、ローテーションピッチャーが150キロバンバン越してくる時代になってますからね。バッターも大変な時代だし、それにね対抗するように打撃技術を上げたのがメジャーのね今の進化ですから、ちょっと今後日本球界の打撃っていうのも今めちゃくちゃ変わってると思うんですけど、さらに変わるでしょうね。
じゃあトップ3なんですけど、3のところに3位のところに2人並んでますので、まあ実際4人ですね。トップ3ですけど4人いらっしゃいます。まず3位をちょっとクイズで出してみましょうか。3位分かりますかね。お二方いらっしゃるんですけど、ヒント、まあお二方同時にヒント出しちゃいますけど、お二方とも日本人の方です。で、両方ともリリーフですね。リリーフピッチャーやってます。もう分かってますよね。片方の方はすごい早いの有名で、もう何年かやってるのですぐ出てくるんでしょうけど、もう片方の方は分かりますかね。早いことは有名なんですけど、あ、ここまで早かったんだっていうのが意外とね、僕はびっくりしました。10位とか5位とか6位とかそのあたりに出てこなかったので、ちょっと頭1個抜けてたこの3位に入ってますね。そこら辺で分かるんじゃないでしょうか。じゃあ答えを言うと、せーの、ドン、鈴木博志選手と木下雄介選手ですね。鈴木選手はね、もともと球速いっていうのは知ってる、ね、皆さんご存知のところなんですけど、驚いたのはこの木下さんですよね。最近リリーフでかなり好成績を上げてますけど、まあ、チーム内今年の球速の3位につける154キロをマークしてます。まあそりゃ、ね、好成績上げられる要因ですよね。トレーニングで作ってきたのか、入団時からもうこんな球投げてたのか、私には分かんないですけど、まあすごい、今の育成システムはすごいですよね。鈴木選手はちょっと最近結果が残せないでいるんで、ちょっと一皮破ってもらえるとファンとしては非常に嬉しい状態なので頑張ってほしいです。じゃあ2位です。2位は、まあ、ヒントからいきますか。2位ヒントいらないですよ。でも実際1位がもう誰だか分かってる以上、2位ってこの人しかいないんじゃないかって感じですけど、まあ一応ヒント言うと、2位の記録は156キロ最高で出てます。156キロって言ってもそれでももうすごいね、数字ですけど。でもう決定的に分かるヒントは、この方も助っ人外国人の方ですね。156キロ出してたんですね。まあ150超えてるのはザラなんで、まあそうかなって感じですけど、マックス156まで出てます。すごい、もう分かりますよね。じゃあ正解はヤリエルですね。ヤリエル・ロドリゲス選手です。この前解説の方も言ってましたけどね、ロドリゲスって言いづらいんでね、日本人には登録名変えた方がいいんじゃないかって言ってましたけど、確かにロドリゲスって言いづらいんですよね。ヤリエルでいいんじゃないかと思うんですけど、156キロを出してますし、まあヤリエルの場合はね、156キロの速球が売りというよりは、他にも変化球だとかね、とにかく芯を食わせないっていうピッチングなんでしょうけど、芯を食わせないどころか、そもそもバットに当たんない状態になってますよね。曲がりが大きいっていう、なんかまさにもうこれメジャーが欲しがる逸材ですよね。絶対なんか最近私もいろいろね、バッティングの理論とかピッチングの理論とかね、 YouTube やるようになっていろいろ調べてんですけど、もうメジャーはムービングの時代終わってるらしいんですよね。ムービングが、そのムービングっていわゆるカットボールとかちっちゃいシンカーとかシュート、まあ、ちょっとだけ動いて芯外すっていう、ああいうピッチングですけど、まあ、ああいうのがだから20年前とかね、すごい全盛で、イチローさんとか行かれた時とか、あの時もとにかくムービングが特徴で打てない打てない言ってたんですけど、あんなのもう一昔前の話だそうで、今はセカンドゴロレボリューション、あ、違う、ホームランレボリューション、みんなで力強い打球を打とう、そういうのはバッティングがもう大流行しちゃって、まあ、理論は非常に簡単で、打球が速ければ特にね、小細工せずともヒットは増えるっていう、まあ簡単に言うとそういう理論で、さらに言うとあのバッティングをしてる人ってね、あの今までだから多くのバッターが苦手としていたそういうムービングの球とか、あとは低めのボールをもろともしなくなるみたいなんですよね。今そういう状態みたいです。なので向こうのピッチャーが今一番好成績残すには、とにかくまずバッターに当てられないこと、あとスイング崩すことなので、一番求められてる素材っていうのは、とにかく剛速球投げる、まずこれが基本。あとはバッターのちょっとした芯を外す変化球ではなくて、もう空振りを誘ったり体勢自体を崩すような球を投げる、
からなんかね、日本人ピッチャーよく多いチェンジアップとかフォーク投げる方って向こうですごい効果的なのは多分それで、最近だとカーブですね、縦に割れるカーブが大流行してるらしくて、向こうでそれは一向くんしまいだと効率が悪い、三振取り球って言われてあんまり投げる人いなかったみたいなんですけど、今はね、ツーシームとかカットボールとかが効かなくなってきちゃったんで、そういう球に戻ってると、トレンドがそういう状態だそうです。なのでね、ヤリエルなんてまさにうってつけですよね。球速いし、で変化球がちょっとした変化じゃないんですよね。かなりスライダーカーブかもしれないですけど、本人はあのスライダーも縦にものすごい曲がりますしね、あとシンカーも空振り取りますからね、ずらすんじゃなくて。メジャーの人見てたらこれは欲しがるね、 S 級だって欲しがる素材なんだろうなっていうのを感じちゃうので、ちょっと怖いです。そんなヤリエルが2位です。156キロです。じゃあ第1位、もう1位は名前から言いましょうか、それぐらい分かりますよね。160キロマークしてますね。これだから、あの何球場かでマークしてて、多分確か名古屋ドームでも160キロ出してると思うんですよね。なのでさっきの理論じゃないですけど、名古屋ドームって他の球場より 2,3 キロ低く出てくるんで、あの球を他の球場で投げてたら162とか出てたんじゃないかなと想像するんですけど、どうでしょう、ちょっと分かんないですけど、そのあたり、まあちょっとね、クイズにすらなんない人ですけど、まあ、答えを言いますか。では答えは160キロ、ライデル・マルティネス選手です。160キロをもう1球じゃなくて何球も投げてますからね、すごいですよね。ですごい惜しいんですけど、外国人ピッチャーの最高時速球速記録がクルーン選手が出した161キロみたいなんですね。なのであんまりね、こういうのを狙うとか言うとちょっとね、体壊したりとかもするので、あんまり狙ってとかは言いたくないんですけど、まあ、チャンスはチャンスな今年ですよね。大丸さんもね、まだすごい若いんでね、体自体がまだどんどん出来上がっていく途中だと思うんで、もしかしたらね、来年もっと早くなってる可能性もあるんですけどね。で大丸さんね、今年もう抑えで相手がもう無理って感じなスイングしてるんで、見てて、ね、スカッとするようなピッチング続いてますけど、まあ大丸さんもね、あの課題は、まあ、変化球がね、ちょっといまいち精度が悪かったんですけど、今年は結構精度高くね、スプリット、まあ、フォークみたいな高速なフォークっていうんですか、スプリットがね、結構決まりだしてるんで、あれがもう一皮向けてね、ガツンとブレーキかかって手がくるくるしだすと、もう本当に手がつけられない。でさらに言うと、さっきのヤリエルと同じく高速球プラス、ね、落ちる球っていうのはもうメジャーがもう探しまくってる逸材だと思うんで、多分今もうすでにマークされてるとは思うんですけど、この辺りは楽しみでもあり怖くもある感じですね。ライマルさんはまだ進化途中、まあ、さっきのヤリエルもそうですけど、まだ完成形じゃないっていう感じも見えるにもね、ファンから見ても見えるんで、まあ、無理はしないでね、壊ったら元もこうもなくなっちゃうんで、まあ、トレーニングの範囲でね、目指せるんだったら目指してくれるとファンは嬉しいですね。以上、今日は球速のランキングみたいなのを作ってみましたけど、本当に球が速いです。楽しみですね。まあだからといってね、遅い人がダメっていうこともないんですよ。松葉さんなんて最高で145キロですし、まあ、この145キロも若干偶然気味の145で、他はだいたいいつも142とかが多いんでね、やっぱりピッチングっていうのは速さは有利ですけど、速さだけでもないっていうものだとは思います。また何か面白いネタでも見つけたら作りますので、よろしくお願いします。それでは、チャンネル登録よろしくお願いします。